国鉄滝18100系貨車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式と同一の専用種別車である滝8550系、滝8950系、滝13600型についても本項目で解説する。 タキ18100型は PPG 専用の35トン石炭ク車として1969年12月19日に一両が日本車両製造にて1972年8月1日に一両が日立製作所にてそれぞれ製作された。記号番号表記は特殊表記符号高前知事小滝と表記する。本形式の他に PPG を 専用種別とする形式には、多千8550系、多千8950系、多一13600系の3形式が存在した。落成時の所有者は、日本石油輸送、武田薬品工業の日社でありその常備駅は、東海道本線貨物支線の東高島駅、山陽本線の徳山駅であった。1982年6月30日に一両が、 日本石油輸送へ名義変更され、常備駅は名古屋臨海鉄道南高線の南高駅へ変更された。1979年10月に制定された化成品分類番号では93が表記された。35系に属するステンレス構成のタンク帯に厚さ 100mm のウレタン断熱材を巻き、薄鋼板製の木瀬が設置された。200方式は タンク上部にある駅入れ管からの上入れ、タンク下部にある、都市間からの下出し式である。車体色は黒色、寸法関係は、全長は 1920mm、全幅は 2720mm、全高は 3866mm、台車中心間距離は 7740mm、自用席は35.0立方メートル、自長は17.2トン。 換算量数は、赤五5.0、空車1.8であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、全車の車席が JR 貨物に継承されたが、2001年9月に、最後まで在籍した一両が廃車となり、同時に、形式消滅となった。多機8550まは、 PPG 専用の30トン石炭ク車として1964年から1967年にかけて重量が日本車両製造、若松車両、富士中工業の3社にて製作された。うち2両は多岐3900型よりの改造編入車である。滝8557は1969年4月15日に、 専用種別が石炭酸に戻された木3900、型に復帰したが原番号とはならず、最新属番である小滝3962とされた。落成時の所有者は、三井化学工業、三井物産、武田薬品工業の3社であった。1968年10月21日に、三井化学は社名を三井東厚化学へ変更し、 1982年6月30日には一両が日本石油輸送へ名義変更された。1979年10月に制定された化成品分類番号では93が表記された。ステンレス構成のタンク帯に厚さ 50mm から 90mm のグラスウール断熱材を巻き薄鋼板製の着せ加熱管が設置された。二0方式は タンク上部にある駅入れ管からの上入れ、タンク下部にある、都市間からの下出し式である。車体色は黒色、寸法関係は、全長は12,770ミ、mm、リメートル、全幅は2,500ミ、mm、リメートル、全高は3,880ミ、mm、リメートル、台車中心間距離は8,600ミ、mm、リメートル、重要席は30.2立方メートル、地上は21.7トンから22.0トン。 換算量数は、赤車5.0、空車2.2であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C であった。1987年4月の国鉄分割免営火事には8両の車席が JR 貨物に継承されたが、2002年6月に最後まで在籍した1両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と、 両数、所有者は次の通りである。多千8950型は、PPG 専用の35トン石タンク車として1967年9月20日に3両が、日本車両製造にて製作された。所有者は、日本相談の一社のみであり、その常備駅は、新越本線の日本技駅であった。百七十九年十月に制定された、品分類番号では、 93が表記された。対抗性高張力構成のタンク体の内面に、ステンレス構成の内張りを施し、厚さ 50mm のグラスウール断熱材を巻き、薄鋼板製の木瀬が設置された。二役方式は、タンク上部にある液入れ管からの上入れ、タンク下部にある突出管からの下出し式である。車体色は黒色。 寸法関係は、全長は 13,300mm、全幅は 2,500mm、全高は 3,811mm、台車中心間距離は 9,200mm、自用席は35.0立方メートル、自動は17.8トン、換算量数は、積車5.5、空車1.8であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。 1987年4月の国鉄分割民営化時には全車の車席が JR 貨物に継承されたが同年8月12日に全車一斉に廃車となり同時に形式消滅となった。多機13,600型は PPG 専用の35トン石タンク車として1968年11月4日に一両が日本車両製造にて製作された。 記号番号表記は、特殊表記符号、高前知事、小滝と表記する。所有者は、日本石油輸送でありその常備駅は、東海道本線貨物支線の東高島駅であった。1979年10月に制定された、化成品分類番号では、93が表記された。なおのぶつつ型のステンレス構成のタンク帯に、 厚さ1 5 0ト、mm、ルのグラスウール断熱材を巻き、薄鋼板製の木瀬が設置された。二役方式は、タンク上部にある液入れ管からの上入れ、タンク下部にある土質管からの下出し式である。車体色は黒色、寸法関係は、全長は1 1 4 0 0、mm、トル、全幅は2 5 0 0ト、mm、ル。 全高は 3835mm、台車中心間距離は 7600mm、重量席は30.0立方メートル、地上は16.7トン、換算量数は、席車4.5、空車1.6であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、 車席が JR 貨物に継承されたが、1999年8月に廃車となり、同時に形式消滅となった。国鉄滝8550経過車に関するカテゴリー、国鉄滝8950経過車に関するカテゴリー、国鉄滝13600経過車に関するカテゴリー、ありがとうございます。